白い背景上にあるキュウイフルーツの写真フードフォトグラフィーの制作風景。フードフォトグラフィーは食品の商業用の写真である。写真は食品の魅力を引き出すことを目的に撮影され、放送やメニュー、料理の本など広告で使用される。フードフォトグラフィーは通常はアートディレクターやカメラマン、フードスタイリスト、クロップスタイリストとそれらのアシスタントなどのチームで、 制作される。長い間、フードフォトグラフィーはテーブルの上に固まって配置され食べる人の視点から見る構図が多い傾向があった。スタイリストたちは食品を上からよく見えるように、皿の上に平らにお互いを切り離しておくようになった。後に、ロマンチックな照明でより低い角度から多くのプロップと共に撮影することが流行し、フードポルノという語につながっていった。 近年の西洋でのフードフォトグラフィーの流行は、食品をシンプルにより綺麗に示すことである。そのため、わずかなプロップや襟抜きのフォーカス、極端なクローズアップという形になっていった。これは、料理に対して関心を引かせるために言っている。例えば、食器の高さは高くなる傾向があり、それらはよく重なっておかれ、際どい角度から撮影されている。詳細は、 フードスタイリストを参照フードスタイリストの役割は食品を。スタイリストたちはコックやシェフが食品を見せる方法とは違った形でより魅力的に見せる方法を時間と努力を費やしてアレンジしていく。それには見た目のみならず味覚や香りを二次元の写真から食器などを使って認識させる知識なども必要とする。フードフォトグラフィーの工程は 食品と原料の購入から始まる。最も視覚的な効果を得るには食品のみでは難しいため複数の予備や試験項目が必要である。この結果を受けて食品と原料の購入は非常に時間がかかる工程である。購入された道具のうち最も美しいものが選ばれてヒーローであることが示される。準備の間、もしくはテストショットの間はよくボール紙を代替して 使用することが見受けられる。実際の写真撮影は制御された照明や自然光の下でスタジオで行われる。光と背景のセッティングは食品が魅力的に見えて紛れないように慎重に準備される。背景の生地の色は食品が効果的に見えて照明をアシストできるようなものが選ばれる。食品を食べられないような危険な方法でメイクする可能性があるため。 後で廃棄するよう通常は印をつける。フードスタイリストは食品をできるだけ魅力的に見せるための多くの技術を使用する。例えば以下の通り、人工の格表冷たい個体の表面にできる結露を作るため、紙やマスキングテープで凍結した箇所を保護した上でスプレーすることがある。ガラスに対してコーンシロップやグリセリンをスプレーすることで、 よりはっきりした結露が作られる。撮影で使われる格表はアクリル樹脂で作られるため暖かいスタジオ照明の下で撮影されていたとしても溶けることはない。飲料の表面上の泡は飲料と洗剤の混合物を含むことによって作成される。白い接着剤がコーヒーや紅茶に入れるミルクの代わりを務めることもある。フードフォトグラフィーのサラダは形や色を より魅力的に見せるために作られる。より見栄えを良くするため、ボール状のサラダは通常より小さなボールで作られる。サラダ用の野菜は盛り付ける前に冷水につけておくことによって新鮮でサクサクするように見せる。サラダドレッシングは通常使用せず、ハーブや香辛料をサラダに振りかけたり油を加えてブラシで塗る場合がある。フルーツサラダは果物が 新鮮さを保てる時間が短いために特に手間がかかっている。サラダは外側だけが作られているが内側はマッシュポテトや他の混合物によって満たされているかもしれない。濃いドレッシングは通常はブラシでまばらになった状態で撮影される。ハンバーガーの撮影はバンズがすぐにへこんでしまい魅力的に見えなくなるため手間がかかる。ハンバーガーの具材は 爪楊枝で適当な状態に保たれ、トマトの中身は他のものをジュースで変色させるのを避けるため取り除かれる。肉は表面だけ料理され、端はより美味しく見せるために着色剤で色付けされる。チーズスライスの端はより溶けているように見せるために家庭用洗浄剤を塗っている場合がある。マヨネーズのような調味料は外洋瓶で外側に塗られる。サンドイッチは ハンバーガーと似たような技術で撮影される。湿ったタオルペーパーはパンが乾燥するのを防ぐために使用される。半分のサンドイッチを作る場合はパンと具材は個別にスライスされてから集められる。普通は広告のフードフォトグラフィーは大衆の選択の対象となる。ファーストフードの広告では魅力や大きさをしばしば誇張することがある。ありがとうございます。